はい、こんにちは、ジョマです。今回はですね、先ほど来たチューナー、ジャンクだったんですね。ここを回しても、ここが動かないと。ここね、これが動くはずなんですけど。で、まあ一応、開封してみますということでね。開封、いつも梱包、開封ライブですけど、これはオーディオ開封ライブですね。これ買ったんですよ。本当に楽ちんですね、これ。これ絶対必要ですね。1、2、3、4、5、6箇所ですかね、ね。なんだかんだ言って、久しぶりですね、これ開けるの。これも買ったけど、特段使ってないっていうかね。ちょっとこれ短くて、パワーはどうなんだろうな。パワーは相当ある。短いんで、細いところとかちょっと使えないんでね。まあ、場所限定品みたいなね、感じですけど。開きますね。はい。開けます。電源は入れてません、もちろん。危ないのでね。なるほど。なんかすごい。めちゃくちゃこれ、これのことか、紐って。こうなってますね、紐がね。はい。これもこんなゆるゆる。ね。まあ、これはこういうものだというようなね、感じなんですけど、すごいですね、こことか。紐がめちゃくちゃ。どうするんだかわかりません、これね。ただ、これをどうにかすれば動くんですね。これを回すと、回してもこれ空回りしてますね、そしてね。全然空回りしちゃって。これをだから一回全部、これはここに固定されてるから、まあ動かなかったメモ、あれを動かすという意味で、はい、動きました。こうですね。でもこれ、どうなんだろう。これで動かして、このラジオのその、チューナーですかね、それを動かさなきゃいけないから、調整しなきゃいけないですね。ここだとこの周波数とかね。私、こんなの見るのも初めてなんで、これが生きてんのか死んでんのかもよくわからないし。まあ、なんかわかんないですね、ちょっと。わかんないけど、あんま綺麗ではないですね。年代も経ってるんでね。開けた写真が載ってたんで、開けて、こうなってますよっていうのを教えてくれたつもりなのかもしれないけど、それにしては、なんかメンテナンスとか書かなければいいのにね、普通に。こんな状況ですってやればね、売れるかもしれない。これも固定されてますね。まあ、ちょっとプラモデルみたいで面白いです、逆に。なるほど。これは、こうなってる。それで、仕組みをまず知らないと。これを回すことによって、回ってますね、なんか歯車がね。これを回すことによって歯車が回って、これね。見えないかもしれない。ここにある歯車が回って、これが、この奥がなんか反応してますね。このコンデンサーっていうのかな、これ。これなんかすごいですね、中入っちゃって。
これはまあもちろん今一筋縄で直せないのでね。でもこれ巻いちゃえば治るのかな。そうか、糸ってこれのことだったんだ。でもこれで、これが空回りしてる時点でもダメなんですよね、回らないから。これがどうして空回りするのか。うん。ぐるぐる何重にもしてますんで、これじゃダメなのかな。まあ、この辺なんか、あれですね、ネットで見て調べた方が早そうですね。取っちゃった。取っちゃったというか、普通に取れましたんで、取りました。グリスとかついてますね、なんかね、ベトベトって。ああ、ここだけは固定されてるから、この紐だけは外さずに、あとは全部取れちゃいそう。取れちゃうのかな？こうやって、こうやって、こうやって。ん？これは？あ、引っかかってるだけか。はい。一応ここまで取れました。取っちゃいけない可能性もありますよね。でもしょうがないですよね。ああ、なるほど。面白いでも。まあ手動でこうやって、これ関係なしで。で、聞くことはできるんですね。ここに棒かなんか出して、くるくるっと回してね。そんなやついないですか。くるくるっと回して、ここ無視で、ここだけで周波数が合うわけですね。これはまあただ目印としてあるわけですよね。うん。面白いですね。あ、でも初めて仕組みがわかりました。前カセットデッキもね、分解してみたんですけど、その時も仕組みが、あ、これすごいな、なんか。あ、ゴム、バネみたいになってるんだ。なんでだろう。奥深い。奥深いですね、ここの、なんか。まあ、ここに引っ掛けるところがあったんで、これはここに引っ掛けるんですよね、確実にね。これもこうで。あ、両方引っ掛けて、両方引っ掛けて、こう回すわけですね、こう、多分ね。ん？そっか。ここから、くるっと回って、くるっと回って、あんまり回らないですね、これ。そして、ここにもあって、すごいんですよね、これ、こういうことやる職人さんってね。あのレコードプレーヤーのオートプレーヤーのあの複雑さもそうですけど、何なんだそれはっていう、なんだチミはじゃないですけど、なんでこんなとこ歯車ついてんだ。これは関係ないのかな。あ、そうか、こう来て、あ、なるほどなるほど。あ、すいませんね、一人で納得しちゃう。でも、違うか。うん？うん。あ、そっかそっか。これ下のか。それでどうにかなるわけですね。これを回して連動して動く仕組みと、どうなってるのかってことですね。はい。一人で納得できてないようなことだけど、納得してすいません。これもちょっとゆらゆらですね、なんかね。ゆらゆらじゃないと動かないっていうのは。なんかもう少し固定されるんじゃないかな。これはいいのか、ゆらゆらで、適当で。いいんですね、これはね。ゆらゆらで。はい、わかりました。何がわかったかわかんないんですけど、まあ、動かない理由がね、これでした。これ何でくっつけてあるんだろう。これ取って紐をなんかピチッとこう曲がっちゃってたりしてるんで、綺麗にしたいですね、なんかね。アイロンとか熱いお湯とかでね。ああ。
これのことを糸、糸って言ってたんですね、皆さん。うん。この動きと、チューナーのここの動きを連動させなきゃいけないわけですね。はい。これはちょっとネットとかで、ラジオ直してる人の見て、いろいろ見て、やった方が絶対得策ですね。今きっと出てると思います。はい。ということで、一応、組み直して、一旦組んで、そういうの勉強してから直したいと思います。じゃ直すところまでね、動画撮りますね。最後、ライトをもう一回つけてみましょうか。ああ。電気つけて、あ、でもあれ、これ刺さないとね、反応してるかどうか、わかんないから、か。まあ、ちょっと実験、夏休みの実験工作みたいなね、感じに。ん？これどうしたら反対回転になるんだ？あ、これか。これですね、きっと。あ、なりました。反対回転。これは本当便利ですね。はい。これないともう私ちょっとやってられないですね。とはいえね、こういうのがないときはね、全部手でこれ分解してね、やってたわけですから。労力は何倍ぐらい違うんだろう、これ。はい、終わり。全く力も何も使わずに。時間もあっという間でね。まあ昔からあったんでしょうけど。素人がね、素人はまあ仕事で使うわけじゃないから、箱は硬いです。ちょっと入らなかったです。まあ一応止まってればいいでしょう。ひとまずね、またバラすかもしれない。何か違うのかな、これ。位置が。少しだけ。これで大丈夫ですね。コバエみたいのがいる。まだコバエいるんだ。まだあったかいですもんね。あ、入りました。こっちもちゃんとやりましょうか。反対回り一回外して、で、入れ直す。はい、行きました。はい、ということでですね。まあ一応電気つけてみましょうか。別に今やっただけだから。あ、これ短いのね、これ。このコード短いと本当にこういう時不便ですね。ここら辺にコンセントあればいいんですけど、この、こっちなんですよね。待って。使えないことないか。ギリギリ届くか。さっきと同じような、なんかデジャブ。デジャブですね。無理につけることもないんですけど、一応ね、ライトつけましょう。ライトつきますかっていうことで。あ、つきましたね。はい。電源をオン。電源。これがね、とっても綺麗ですね。今明るくしちゃってるから見えないか。明るくしちゃってるから見えないけど、綺麗です、とっても。よいしょと。はい、ということで、まあ、ここが動かない理由が分かりましたということが分かりました。まあ、素人なんでね、少しずつ少しずつやっていきます。ということで、ありがとうございました。